このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。私はかつて極限性学習障害の診断を受けたことがあります。中でも特に算数障害ディスカリキュラという数や数の概念、計算的な思考が極端にできないという障害があることを知らされたのです。小さな頃から周囲の不理解やいじめにたびたびあって、随分嫌な思い出しかありませんでした。そして還暦を過ぎた今でも簡単な計算が難しいし、予定や時間のペース配分ができなくて四苦八苦する毎日でもあります。しかしこの頃ようやく学習障害というものをあまり煩わしいものとは思わなくなってきました。あの辛かった日々がもたらしたいろんなエピソードが実はとても素晴らしい経験であったのではないかと思えるようになってきたのです。今私と同じような障害に悩み苦しんでいる若い世代の人々に私のささやかな思い出を伝えたいと思えるようになりました。そして大丈夫だ、なんとかなるという生きる希望に変えていってほしいと心から願っています。このお話はそんな人々へのメッセージです。ほんの少しでも誰かの支えになることができたら私はとても幸せです。夢で会えたら、定年退職してから濡れ落ち葉のように過ごしていたある、私は毎晩同じような夢を見ていました。ふわふわと体が舞い上がり、それでいて案外自由に空を飛べているというもので、周りのみんなが私を羨ましがったりしているという結構愉快なものでした。夢は本能的な欲望の表れだとフロイトは言いました。卑屈でネクラな幼少期を過ごしてきた私にはこの自由この上ない夢が自分の欲求の反映であるということが瞬時に理解できました。でも夢の中くらい自由であってもいいじゃないかとあまり深く考えずに楽しんでいたのです。そんな夢ばかり見ていたある日、夢の中に何かが突然現れました。得体の知れない何かは特に恐ろしいものではなく、言うならばバカボンのパパのような感じのするおじさんが現れ、親しげに私のそばにやってきて何やらボソボソと言うのです。どうや今やったら会いに行けるんとちゃうか。バカボンのパパはなぜか流暢な関西弁でした。良い気分に水を差されたようになり少し不快になりましたが、バカボンのパパが嫌応なしに私をある場所に誘うのです。あまりに慣れ慣れしく、しかも親しげな態度に負けてパパに案内されるままについていくと、今までの景色が一変してどこか見覚えのある風景に変わりました。さあ着いたで、あの一番後ろの席の子があんた自身、つまり小さい頃のあんたや、何かが指さす方に目をやると懐かしくも切ない光景を目の当たりにしたのです。そこにいたのは紛れもなくあの時の私、小さな頃の私自身でした。放課後の教室でただ一人机の上に出した算数のドリルを前に眉をしかめています。どことなくもじもじしながら手でお腹のあたりをすり、いつまで経っても終わらないドリルに眉を絵の字に曲げて半べそになっていました。小学生の自分が私の目の前にいます。その時私はすぐに当時の嫌な記憶を鮮やかに思い出して、胸の鼓動がだんだん激しくなってきました。せっかく優雅で愉快な夢を見ていたというのに、一気に窮屈で辛かった頃の記憶がよみがえり嫌な気分になりましたが、バカボンのパパは笑いながら、自分今は暇なんやろ、たまにはこんな夢もでんとちゃうかなと思うて連れてきたんやけどどうやと言ってきたので、私は少しムッとしながら、一体なんでこんなところに連れてきたんだと抗議しました。言っとくけどこれは悪夢とは違うで、そんな夢とは違うね、今すぐには言われへんけどあんたには大切なことやね、大切なこと、そう今やからちゃんと見れるやろ。あの時の自分の姿を、バカボンのパパはふわふわと飛び回っていた私に、私が小学生の頃に経験した辛い時間を呼び起こしてくれたのです。今頃一体何のためにこのような夢を見せられたのかは分かりません。記憶の底のずっとずっと奥底に閉じ込めていたはずの辛い記憶を今更ながらに再現してみせたバカボンのパパはきっと夢の中の悪魔に違いないと思いました。しかし私の心を読んだように、わいはムマとかの類とちゃうて、悪いようにはならへんから安心しんやと断り、ほなこれから追憶の旅へレッツゴーやとニヤニヤしながらこともなりに行ったのです。こうして私はせっかくのいい夢をバカボンのパパ風の得体の知れない存在に台無しにされた挙句、その日から重苦しく切ない夢を毎晩のように見ることになってしまいました。計算なんて大嫌い。今でこそ発達障害や学習障害 LD については世間に周知されていますが、この夢の場面である私の小学生時代には一般には知られなかった概念でした。文部省、今の文科省が発達障害という定義をしたのが1981年だから、私がまだ小学生だった1970年代はまだ誰もが知らない言葉だったようです。そんな時代で計算ができないというのは知的な遅れに問題があるとして評価されがちでしたが、計算ができないのは本人にやる気がないからだ
と当然のように言われていました。あの頃の僕にとっては理不尽で不本意で不憫で不便な時代でした。夢の中の舞台は僕が小学2年生の頃なので今から50年以上前のことです。そして算数の授業がある日はほぼ毎回放課後の居残り学習をさせられていました。学校の先生でさえなぜ僕が算数だけ極端にできないのかとても不思議がっていたのを覚えています。時にはドリル2ページできるまで席を立ってはいけませんといった厳しい指示をされていて、その間はトイレに行くことも許されませんでした。特にこの時間にはトイレを我慢することができなくなる生理現象にも散々悩まされていました。今思えば計算がわからない苦痛のあまりアドレナリンが過剰に分泌されて体調に著しい変化をもたらしていたようです。トイレに行きたいことを告げても逃げるなと言われて許してもらえず、挙句に大小便を失敗して皆から笑われたりいじめられたり、散々な時代でした。先生もかばってくれません。またかというような冷めた視線で僕の目の前でため息ばかりついていました。今はもう還暦を過ぎてさして計算ができない不便さをあまり感じなくなっていますが、封印していたはずの過去の嫌な思い出を目の当たりにした私は愕然となりました。思えばその小さな胸を痛めて辛い辛い思いをしながら歩いてきたのです。周りの友達や兄弟両親でさえも僕の算数のできなさ加減にはとても不思議がっていましたし、散々バカにもされていました。計算しようにも数字が記憶に残りません。一桁なら何とかできます。でも繰上りや繰下がりがあれば未だに時間がかかるし間違うことがあります。二桁ともなるとほぼお手上げです。一桁目の計算が終わる頃に二桁目の数字が思い出せないのです。だから暗算は全くできません。小学生当時はもちろん学校が生活の大半でしたから算数の授業中のダメージは相当大きかったのです。僕は小学2年なのにまだ1年生の初期の問題ができないのです。原始的な方法である両手の指と足の指を使うやり方も、指を総動員しても数字と指の結びつきさえ記憶に残らないし、やっている間に余計な思念が入ってきて集中することができませんでした。よう見てみ、あの頃あんたはどうしていたのか、じっくり観察しなはれ。バカボンのパパにそう言われ、もう一度僕がやっているドリルに目をやると、ドリルの端にたくさんの丸印を書いて、一つ一つ数えながら数字に置き換えるというベタな作業をしていました。ドリルの空欄がなくなるほどいっぱいに、例えば1517の栗のぼりがある計算、やらされていたのは1年生の初期のドリルです。まず一桁目から、と書いて、を5個ずつの塊にします。ととになるから、5が2つとあとは2なので、12。それから2桁目は1と1なので2になるのは分かりましたが、1桁目の答えの12の数字の1と2のどちらに2桁目の2を足せばよいのか戸惑っていました。こんな調子で僕は一問一問かなりの時間とエネルギーをかけて腹痛や脳威に耐えながらドリルをやっていたのです。ドリルの1ページ分の問題は全部で20問でした。そのすべてにこのような方法を取らざるを得ないのでした。覚えればいいと周りの皆は簡単に言ってくれますが、そんなことができたらこんな苦労はしません。図形で可視化しなければ計算ができず、たとえ可視化できても気持ちが散漫になっていて集中することが難しいし、数字が短期記憶として頭に残らない僕にとっては本当に辛い流れ作業のような長い長い苦痛の時間でした。まだ足し算であれば幾分かはできましたが、2年生ともなるとそんな単純な計算だけではありません。数字の加減計算だけならおよそ5とか10を目途にしてこの方法でなんとかやり過ごせたのですが、時計の時刻計算に至ってはもう全くのお手上げでした。今でこそ時計や電卓やパソコンや携帯などの普及によって暗算で計算しなくても生活にさほど大きな不便はないでしょう。時計はデジタルに変わり、パソコンや携帯のアプリに至っては自分まであと時間ですと優しい声で通知してくれます。大嫌いなソロバンは影を潜め、電卓に至っては100円でも買える時代です。もしこの時代にこのような便利なツールが溢れていたらこんな苦労をすることもなかったでしょう。道具を使えれば何も問題はないのですから、計算とは単に一つの過程でしかないはずです。すなわちそれ自体が結論ではありません。そして計算能力の有無なんて最終的な答えの前ではほとんど意味がないと私は今も思っています。なのに計算能力の有無がさも絶対視されていた小学生の頃、できない計算ドリルを前に悶々とのたうち回る僕が不憫でたまりません。その日の夢の中で僕が泣いていたのは、やっとできた足し算の次のページの問題に今度は針のない時計の文字盤の絵が連綿と続いていたからでした。午前10時28分から3時間46分経った時刻をも字盤に書きましょう。時間を12進法や6重進法にしたやつが本当に恨めしいです。なぜ12の次が1なのでしょう。60たったら繰り上がるのでしょう。
単純な計算だけは10でくくっているくせに、どうして時計は違うのでしょう。それから10時28分に何があったから3時間46分待たねばならないのでしょうか。むしろそっちへの興味が気になって、ますます計算どころではないのです。打足ですが、私は次のような問題を機械的に解くことが大嫌いです。おじいさんは毎分40メートルで歩いて家を出ました。しばらくしてたかしさんはおじいさんがいないことに気がつき追いかけました。たかしさんが追いかけ始めた時点で、おじいさんとたかしさんの距離は1200メートルありました。たかしさんは毎分60メートルで走っています。たかしさんがおじいさんに追いつくのは、たかしさんが出発してから何分後ですか。私はいつも算数の処理よりも前におじいさんがとても心配になってしまいます。1200メートルも離れていれば、当然たかしさんからは見えないだろうし、おじいさんがどこに行ったのか、たかしさんはちゃんと分かって追いかけているのでしょうか。先に交番に行き、捜索願いを出した方が良いのではないでしょうか。おじいさんが事故に遭ってなければいいが、などと無用の心配をしてしまいます。平気でこのような問題を作る人間の神経がどうかしていると思うのは、私だけでしょうか。そういうわけだから、計算ができないどころか、余計な空想や連想が頭の中にどっしりとはびこってしまって、知識として進めることができません。そんな呆然としている私たちを見ながら、バカボンのパパが囁きました。どや、思い出したやろ。ずいぶんしんどい時間を過ごしてきたもんやな。気がつくと、僕だけではなく、夢の中の私も泣いていました。これくらいにしようか。ごめんな。安心してや。これは夢なんやから、どうにでもなるんや。バカボンのパパは急にそう言うと、ドリルに全ての答えを書き入れて、あっさりと終わらせてくれました。夢というのは、基本的には、記憶の再統合なので、強烈に嫌だったり、怖かったりすれば、自律的なブレーキがかかって、自然に覚めるようにできているようなのです。とりあえずバカボンのパパは、この夢を中途半端に中断したくなかったようでした。しばらくして先生が見回りにやってきました。僕のドリルを覗き込み、すべて終わっていることで、満足げな微笑みを浮かべました。この先生は、普段はとても優しいお母さんのような人だったのに、算数になると豹変して、計算ができない子を平然と廊下に立たせることが多く、みんなの前で晒し者にするような人でした。居残り学習も、もちろんこの先生の指示であり、僕が苦痛だと分かっていても、先生自身の常識の尺度で手洗い扱いを平気でする人です。その当時は仲のいい友達も幼馴染も、極端に計算ができない僕を尻目に、呆れるような目で優越感に浸りながら、無言で先に帰っていきました。そして放課後の教室で一人ぼっちになった僕は明らかにのけ者だったし、クラスのお荷物だったようです。そのように卑屈に思わざるを得ない小学生時代でした。その日はそれで夢が終わり、私は後味が悪い目覚めをしなければなりませんでした。すごく嫌な思い出です。とてもしんどくて、悲しくて、苦しみ抜いた記憶が鮮やかによみがえりました。まさに、トラウマ心的外傷の暴走です。そう思うと、いたたまれない思いが込み上げ、夢の中だけでなく、その日は起きてからも、年甲斐もなく、本気で泣いてしまいました。思い出したこと、次の日の夢の中でも、また、私は、一人ぼっちの放課後の教室にいました。あの頃の僕は、どうやら今日も居残りのようです。延々と続く嫌な光景を見続ける私の悲痛な苦情を受けて、まずはあんたの振り返りの原点を見といてもらおうと思えてここに連れてきたんや。ほんますまん。堪忍してや。夢の中の案内人であるバカボンのパパは少し気の毒そうな口調で私にそう言いました。せめて夢の中くらいあの子を解放してやってくれないか。私がそう懇願すると、バカボンのパパは意外にもあっさりと場面を切り替えてくれました。ほな今度はこうしとこか。場面は急に変わり、私たちは夕方の土手の草っぱらにいました。豆腐売りのラッパの音が遠くから寂しげに響いています。季節的には夏から秋に変わるような頃合いで、キリギリスやコオロギがしきりに鳴いていました。西に伸びた夕日がやけにゆっくりと降りてきて、絶妙にトワイライトな雰囲気を醸し出しています。私と僕は二人で並んで腰を下ろし、冷えたサイダーを飲みながらしばらくおしゃべりをしていました。ああ学校が全部理科とか図工だったらいいのにな。僕はため息混じりにそうつぶやきました。あはは、同じこと考えてる。そうだな、動物の名前なんかだったら誰にも負けないくらいわかるのにな。彼過去に向き合った気づかれからか、私も持てるシンパシーを最大にして相槌を打っていました。それだけじゃないよ、どこにいるかとかどんな種類かとか全部言えるよ。僕は夕日にほてった方をあからめながら瞳をキラキラさせてそう言いました。およそ算数以外のことは物覚えがいい方だったのです。当時住んでいた家の周りには手つかずの自然がそのまま残されていて、家を出れば虫や植物、魚や小動物でいっぱいの時代でした。家の周りは現在のようにコンクリートやアスファルトに覆われることもなく、
雑草の道や砂利道がごくごく身近に存在していました。そんな中で僕は机の前に座ることから逃げるようにひたすら虫網や漁網を持って野山を駆けずり回っていたのでした。誰よりも知っている虫や魚や花や動物たちがいる野原だけが唯一僕が元気に過ごせる場所だったのです。動物園の飼育員になりたい、瞳をキラキラさせながら僕は遠い目で将来の夢を語っていました。そして突然私に向かってこんな風に聞いてきたのです。計算ができないと大人になれないの？そんなことはない、そんなことはないけれど、どこまでどんな話をすればよいのでしょう。僕の目の前には動物園の飼育員になれなかった私がいます。私は返事に窮しながらその場にうつむいて黙っていました。その時日暮らしがチチチチチと大きく泣き始め、夕空に大きな虹がかかりました。わあ、虹だ。おじさん、虹が出たよ。こんなに大きな虹僕見たことないよ。さっきまでのネガティブな問答を忘れたかのように、僕は壮大な虹の美しさに心を奪われ、あんなに辛くて泣いていた計算ドリルのことさえすっかり忘れたようでした。表情がとても良く、少年本来の純粋な好奇心、好きなものに熱中する、たゆまぬ探求、心、自分で探して発見することの喜びが詰まったいい顔をしています。自分自身におじさんと呼ばれたことには苦笑いするしかありませんが、答えに窮していた私は少しほっとしていました。あんたの夢やねんで、どんなこと言うても大丈夫やねんけど、あんたはすぐ遠慮するやろ。癖みたいにバカボンのパパが後ろからそう言ったので、私はあることを思い出しました。遠慮する癖がついたのはこの頃からだったのです。そして私が遠慮することだけじゃなく、引っ込み思案なのも臆病なのも人見知りが激しすぎるのも全部この頃からだったのを今思い出しました。計算が極端にできないこと、数字が頭に残らないから暗算はほぼできない。今でこそ一桁の暗算はできるが、文章や形として覚えているだけであり、小学生当時は指を使ったり絵に描いたりしなければ計算ができなかった。すぐに計算できないことに罪悪感を感じてしまう。計算がわからないと途中で違うやり方に変える。なかなか達成感が味わえない。何事にも終わらないトンネル感が半端ない。足し算なら少しはできるが、引き算は今でもやっぱり苦手。数字の大小がよくわからなかったりする。時計が読めない。時刻計算ができない。数字を使った推論ができない。予定を立てることが苦手。予定があるときは常にイライラし、遅刻が気になる。予定に間に合うかどうかがわからないので、とんでもなく早い時間から用意をしていないと落ち着かない。3つおきに丸印をつけるなんていう問題がとてもあやふやになる。低学年からのつまずきによって算数数学の成績は極端に悪かった。ただし算数や数学が嫌いなわけではない。むしろ関心があって、もっとじっくり根本からやりたかったということや、常に遠慮がちな性格である。何でもネガティブに考え始めようとする。人見知りが極端に激しい。空想に浸る瞬間が多く、周りの話が聞こえない時が多い。授業中は特に多い。好きなことには時間を忘れ回りが見えない。その癖、終わってしまえばどっと疲れる。過集中。運動は苦手。苦手なことはとことん嫌になる。運動のバランスが悪い。絵を描いたり話を考えたりすることが得意である。直感的なことは得意。人よりも動植物の方が断然落ち着く。自分の考えが周囲のものとは少し違っていることがわからない、などといった特徴もあることを思い出していました。ほらな、思い出したやろ。それがあんた自身やバカボンのパパに言われるまでもなく、夢の中での僕との会合は本当の私自身というものを思い出すのに十分な夢だったのです。モラトリアムな時代、こうして私は夢の中のバカボンのパパの導きで猛烈に計算ができなかった頃の僕に会い、一緒に過ごしているうちに自分自身の基本的な性質を再認識することになりました。幼い僕には自分自身がなぜこのようなしんどい毎日を過ごさねばならないのかわからなかったし、計算ができないこと、すなわちどう頑張っても数字が頭に残らないのだということを周囲に訴える力なんてありませんでした。周りの友達も大人も皆僕に勉強嫌いの怠け者というレッテルを貼り、構造的な障害というものにも誰も気がついてくれなかったのです。そのために我慢を強いられる毎日でした。そんな日々を過ごした私は、算数や数学ができないなりにもどうにか中学高校へと進むことができ、1波はしたものの念願である福祉学科のある大学に合格することができました。こんな自分でも立場の弱い人のために何かができないだろうかと志した福祉学科への進学のはずだったのですが、やはり身についた性格はなかなか改善できません。その時代でも僕は極端に臆病で人見知りで、引っ込み思案が身についた青年になっていたのでした。その頃はなんとなく楽に過ごせる人の流れにひっそりと身を潜めて生きる小判ザメのように
典型的なモラトリアムの日々を過ごしていたようです。まず大学の座学が苦痛でした。なぜこんなクソ面白くもない教養に長い時間を費やすのだろうか。どうせなら体を動かそう。社会に出て少しでも自分が誰かの役に立つということを体感しておこう。そう思って大学からだんだん足が離れていきました。その日に見た夢は、うだるほど暑い夏の京都学生時代に過ごした街で、その時代の僕は大学にも行かずにアルバイトに明け暮れていました。バイトをして映画に行ったり、友人と飲み明かしたりしながら、なんとなくダラダラと流れる時間を過ごしていたのです。今更ながら夢の中のだらしない姿に呆れてしまった私でしたが、大丈夫やて、心配せんでも、ああ見えても芯はしっかりしてるがな。バカボンのパパがそう言ったので、ここは様子を見ることにしました。しかし案の定、私の不安は的中し、思い出すも恥ずかしいことに、大学生の僕はパチンコや飲み屋や映画館に入り浸っています。そしてとうとう不節制な生活習慣がたたり、とてつもなく痛い腎臓結石という病気を患ってしまいました。また嫌な夢見せてしもうたな。バカボンのパパは申し訳なさそうにそう言いましたが、こればかりは自業自得でしたから仕方がありません。病院の点滴室で痛みをこらえながら苦しんでいる大学生の僕の姿を見ながら、私はさすがに落ち込んでしまいました。普通に歪んだ僕表情は、いつもうまくいかないことへの憤りだったのでしょうか。苦しみながらため息ばかりついていました。アルバイト先でも、段取りが悪い、容量が悪い、反応速度が鈍いなど、散々に酷評されるものだから、相当にストレスを感じていたのでしょう。そんなことなら、おとなしく学業だけに専念すれば良いものを、社会福祉は実学だから、社会に出て学ばねばならないという、自分勝手な理屈を信じて、その渦中で失敗し、時期になって軌道を外し、やけ食いしたり、パチンコや映画にハマって、余計なストレスを溜めた挙句、病院の世話になる始末だったのです。つくづく、発達障害の生きづらさを思い知らされる光景でした。容量を良くするってなんだ。自分なりに頑張ってやっていたじゃないか。一体どこが間違っているんだ。大学生の僕が一人でつぶやいているのが分かりました。その後の就職面接でもおびただしい数の失敗を経験しました。時期になりたい気持ちも今では身に染みて理解できます。発達障害は治るものではないとしみじみ思いました。そして自分の生きづらさを延々と引きずりながら続いてきた道のりに、今更ながら苦しかったとしか言いようがない憤りを感じます。そんな僕がまるで V 字回復のように人生の軌道を立て直すことができたのは、大学を卒業する間際のことでした。ありのままで大学4年になったある日、専攻ゼミの社会福祉学の教授から卒業論文のテーマを提出するように言われた僕が選んだのは、障害って何というシンプルで奥深い課題でした。なぜ容量の良い人間と悪い人間がいるのか、頭の出来の良さ悪さというものの正体は何か、病気や障害は個人の責任であるのか、先天障害というものは細胞レベルで進化し損ねタイラーによって起こるの生命活動の誤作動ではないだろうか。問題があるとすれば、その有無に優劣をつけたがる社会であり、差別や偏見やいじめは二次的な副産物である。障害は個人の努力や苦しみによって改善できるものではなく、人類全体の懸案であるから、公共の福祉を真摯に望む国家であるならば、まずは正しく理解して生きづらさを軽減できる社会の枠組みを目指すべきである。社会はそうした正しい障害への見地に立った施策や保障を優先させるべきである、などと、社会福祉専攻の学生らしく真面目にとストレートに、自らの生い立ちを踏まえたテーマをひねり出していました。僕の課題発表に目を通した担当教官が、もしも君自身の体験談を踏まえた視点として論じるならば、一度君自身が発達検査を受けてみたらどうかな、と勧めてくれました。担当教官の言う通り、論題を客観的な視点から深掘りするためにも、自らが実験台になるのも悪くはないし、僕が本当に発達障害なのかどうかを知るいい機会だとも思いました。知ったからといってどう変わるというものではないだろうし、むしろそうでない方がいいと検査結果が出るまでは祈るような気分でいたのも確かです。そう決心した大学生の僕は発達検査を受けることになりましたが、極限性学習障害で主に算数障害がありますと言われたものだから、その衝撃はとてつもなく大きく感じました。検査の結果報告には、まるで自分の心が丸裸にされたような気分がして、根掘り葉掘り結構細かい部分まで書いてありました。チンかなりへこんで沈んだ気分でこの話を担当教官にすると、逆にすっきりしたんじゃないのかい、
自分がどうなのかを正しく知ることができて、むしろ良かったじゃないか。つまり、君のしんどさというものは、君の努力や勉強不足が原因なのではなくて、君の中にある発達障害が原因だったんだと言われました。障害とは、進化の過程のエラーによる生きづらさなのであって、自分が悪いわけではない。僕が推論した通りであると、担当教官が優しく言ってくれたのです。君は勇気を出して正面から結果を受け止めて、面食らってへこんで、それでもなんとか前に出ようとしてもがいている。違うかい。担当教官は至れた僕を励ましてくれました。君にしか書けないことを頑張って書いてほしい。私にできる相談ならいつでも来なさい。自分にしか書けないこと、極限性学習障害だから分かること、それによって今まで惨めな思いをしてきたこと、書けることはたくさんありました。大学生の僕は卒論を書くタイミングで自分も発達障害だと知り、怠け者ではなかったのだと理解することができました。そしてようやく自分自身への見方を変えてみようと思うようになったのです。私は夢の中で僕が淡々と行動している様を見ながら、どこか安堵にも似た心持ちになっていました。僕にしか見えないもの、自分を知ることができて、卒論を無事に書き上げた僕は、ある日担当教官に呼ばれました。おかげさまで卒業はさせてもらえそうですが、肝心の就職がなかなか決まらなくて困っていますと、その場で正直に現状を話しました。無理な背伸びをすることよりも、君にしかできないことをやってみてはどうかな、と言いますと、担当教官の申し出に僕は身を乗り出して聞き返しました。知人が園長をしている養護施設の職員に欠員があってね、ぜひ新卒学生を紹介してほしいと言われているのだよと、再び助け舟を出してくれたのです。正直言って自信はありませんが、この場に及んでも臆病で及び腰な僕は常に自己評価が低いままだったのです。全く不甲斐ないダメっぷりを見せられたので、今度こそは何か言ってやらねばと、夢の中で私は大いに憤っていましたが、バカボンのパパにこんな風に言われました。きっかけやがな、この後ずっと一途にやってこれたという大事な場面やで、黙って見てなはれ。そう言われてようやく私は思い出すことができました。私が自分の中の障害を認めながら、同じように傷ついて生きている人の支えになろうと決めたこと、自分が自分であるために同じように苦しんでいる全ての人の思いを受け入れようという、自分にしかできないもの、自分にしか見えないもの、こんな自分だからこそ誰かの役に立つことができると思えたことを、そしてこの後でいろいろな出会いと別れを経験したからこそ今の私があるということを、この瞬間に思い出しました。ほらな、せやからここは黙って見とこ。バカボンのパパは私を包むようにそう言ってくれました。それからの僕はおっかなびっくりの及び腰ではありましたが、担当教官の勧められるまま、その児童養護施設の門を叩くことになりました。よく来てくれましたね。お話は伺っていますよ。早速だが、今日から君は児童指導員としてここで働いてもらいます。とにかく子供たちの名前を覚えて仲良くしてやってください。そこでの勤務は日勤、宿直勤務、総室、準夜勤、夜勤、明けの6通りで、これだけでも馴染むのに結構時間がかかりました。何せ予定の管理や時間の計算ができない僕だったので、自宅からおよそ2時間かかる施設まで通勤するための電車の乗り継ぎや時間の調整などに大混乱をきたして、ほぼ毎日がパニック状態だったのです。しかし決して遅刻をせず、きちんと出勤してくる僕の態度を見て、先輩の職員さんたちも真面目な新人が入ってくれたといい評価をしてくれました。なんとか社会人として仕事を始めた僕は、早く一人前にならねばと、しゃかりきに仕事を覚えようと日々悪戦苦闘していました。それでも段取りも悪くミスばかりして、一からやり直しの連続で、いつも一人で落ち込んでばかりいました。頑張ろうとすればするほど失敗するため、重要な仕事流行らせてもらえませんでしたが、それでもこれならできるということを黙々とやっていたら、先輩職員たちにも徐々に認められるようになって、行事の飾りだとかポスターや表示板作りなど得意なジャンルの仕事を回してくれるようになりました。そんなことが続いたある時、僕は園長に呼ばれてある指示を受けました。少しは慣れたようだね。子供たちからも随分慕われているようじゃないか。ええ、はい、まあなんとなくですが、自信なさげに僕は答えました。あははは、そうか、まだ自信が持てていないようだね。でもそれでいいんだ。実は君に頼みたいことがあってね。この子のことなんだが。そう言って園長は一人の子供の生活記録を取り出しました。この子は普段はおとなしい子なんだが、家では手がつけられないような暴れ方をするんだよ。その子は一見優しそうなひ弱な感じがして、どちらかといえばいじめられる方のタイプであり、
自ら大暴れするようには思えませんでした。この子の担当になってほしいんだ。担当といっても難しく考える必要はない。少し目をかけて彼に自分の未来というものを見せてあげてほしい。園長の言葉の意味するものがよくわからなかったのですが、僕はとりあえずその子供と面談をして、その時から彼の担当者になりました。彼の名は小田浩二かなと言い、一見おとなしい素直な子供のように見えました。中学2年の彼は初めての養護施設にかなり緊張していましたが、その頃には他の子供たちと打ち解けてはしゃいでいた人気者の僕が担当者だと知ってから僕に懐いてくれました。彼はただわけもなく暴れることして、家庭からも学校集団からも地域社会からも切り離されていたようでした。典型的な ASD スペクトラム症候群タイプで、しかも僕と同様学習障害を持っていることが分かりました。それが分かったのは、学習時間と称して一斉に勉強する時間に僕が付きっきりで工事の勉強を見ていた時のことです。数字が頭に残らない工事がそう言ったので、僕は飛び上がるように驚きました。それもしかして自分と同じだ。僕は驚いたあまり自分の状況を浩二に打ち明けていました。彼も初めて分かってもらえたような気がすると言って、それから二人で意気投合をすることになったのです。音読された数字が書けない。例えば1502といえば10005002になってしまう。算数や数学の時間は必ずと言っていいほど生理現象が活発になる。お腹がゴロゴロする。尿意が高まる。おならが出そうになる。そのことでみんなにからかわれたりいじめられたりしている。家族も不思議がって自分のことをバカにする。勉強嫌いの怠け者と言われてきた。時計が読めない。時間がわからないから予定があるとそわそわして目の前のことに集中できない。絵を描いたり歌ったりすることが大好き。運動は苦手で考えた通り体が動かない。感触持ちで時々わけもわからず当たり散らすことがあった、といった学習障害 LDR あるがほぼ全く同じだったのです。浩二とはそれからことあるごとにそんな話ばかりしていたが、ある時彼が言いました。先生はなんでここに来れたの？大学にも行けたの？勉強できなかったんでしょ？浩二は不思議そうにそう聞いてきました。さあなんでかな？気がついたらこんなことになっていたよ。僕ははぐらかすように答えましたが、彼に一つだけ言いました。一つ言えるのは自分自身に正直になるということかな。自分がこれは正直に良いと思ったことをする。そしてどうしてもできないと分かったらそれは止めて他にできていることだけに集中する。学校生活では少し無理なやり方かもしれないし、いじめられるかもしれない。それでも自分はそうすることでここまでやってきた。算数や計算ができないということが人生の尺度などではない。容量が悪く不都合が多いことだって、そこから逃げずに正面からぶつかれば自分の居場所や値打ちに気がつくはずだ。僕は浩二にとうとうと説明しながらハッとしていました。園長が言う自分の未来を見せてあげてほしいの意味が今わかったのです。大学時代の担当教官も施設の園長も僕の進化というものをしっかりと見ていてくれた気がしたのです。障害を持つ者の気持ちは単に精神医学や心理学を学んだ専門家というだけでは心の奥底まで到達することはできないのです。同じ学習障害に散々悩んで生きてきた僕だからこそ、同じ障害を抱える人に希望の未来を見せてあげられるということ、若い僕はそう理解しました。そしてこの頃から僕はやっと地べたに足をつけて生きていくことに安らぎを感じることができました。人生の本当の値打ちは何かができるとかできないとかではなく、置かれた条件で生きることそのものを楽しむことなのです。そう思えた瞬間から自分の持つ障害が個性として愛おしく感じられ、恥じることなく生きていくことができます。今の自分ができないこと、他人ができていることを羨ましがって背伸びをしながら失敗ばかりしてきたこと、現状に不満や憤懣ばかりを増幅させながら流され軌道を見失ってしまっていたこと、できるようになることだけが幸せで、できないことが不幸だと思い込んでいました。でもそれは間違いです。本当の幸せはいつも目の前にあって、そのままの性質や力量で感じることができるのです。養護施設の子供たちと同じ時間を過ごすことになった僕は、自分の道のりが決して無駄ではなかったことに気がつきました。よかったやんか、だ、間違ってなかったやろ。そんな光景を見ていたバカボンのパパが言いました。思い出したくもない夢を見て、最初は切なくて苦しいと感じたけれど、あの道の先がここに繋がっていたからこそ今の自分がいるんだ。その日の夢は久しぶりに爽快な感じがして、学園の子供たちとガチでぶつかりながら日に日にたくましくなっていく僕がキラキラと輝いて見えていました。ほんの夢の途中、それからの僕はできないことはできないとはっきり割り切ることで、モヤモヤしていたものから解放されるということを少しずつ
スを覚えていくことができました。周りの目を気にしないで生きていくのはとても難しいことです。それでも自分に虚勢を張ってできもしない背伸びをしながら生きることはもっとしんどいことだとようやく悟ったのです。無理に周りに合わせようとせず、自分が一番得意なことでやっていこうと決めました。福祉の仕事に全力を注ぎ、いろんな研修会や会合にも積極的に参加して、様々な考え方があることを知りました。時にはディベートをしながらも、その先にあるのはより良き上位思想であることを知りました。いいものを作り出すための議論ならば、その過程に優劣はなく、いい結果だけ残して、ノーサイドとして互いに尊重し合える同僚や先輩も増えていったのです。その後僕は、障害者のためのリハビリテーションや、権利擁護、新時代の社会福祉のビジョンや、システム作りに明け暮れながら、障害を持つ人が、どこにいても困ることのない地域社会を作る、誰かが誰かに否定されることのない共生社会を目指す、という理想を核にして、大きな施設ではなく、地域でありのままの生活ができるようにするための、障害者地域生活支援に身を投じることになりました。そして、計算ができずに泣いてばかりいた弱虫の僕は、自分のできることを率先してやり通すことで、気がついた時には、とある施設の施設長になっていたのです。自分の力でできることに集中し、できない人の目線で、何を手伝ってほしいのか、何をどうすれば問題が解決できそうなのかを、果敢に挑戦してきた結果です。うまいか下手なのか、スマートか不格好かは問題外。要はこれが正しいと思えるかどうか、それが自分にできるかどうか、喜んでくれる人がいるかどうか、そして何よりも自分がしたいと思えることで決めていくということ。他人の評価は論外なのです。坂本龍馬の名言に、世の人の我を何ともいわば言え、我することは我のみぞ知るという言葉がありますが、彼もまた卑屈で陰惨な身分制度の中で生まれて、そのほとんどの生き様を非難されたり、あるいは自信を見失うことが一度や二度ではなかったのではないでしょうか。この言葉を声に出したかった気持ちがなんだかよくわかるような気がします。僕もいろいろな場面で揶揄されたり、非難されたり、馬鹿にされたり、足を引っ張られたりと散々な目に遭ってきましたが、それでも今日までなんとか生きてきました。ここまで私に夢を見させ続けていたバカボンの方が私に向かい直してこう言いました。どうやった？いろいろ思い出したようだな。ほな次行こか。その瞬間、私は今まで見ていた夢の正体が何であるのかが分かりました。やっぱりこれはいわゆるあれだったのですよね。口に出したくはなかったのですが、避けて通れないような気がしたので勇気を出して言ってみました。そそうまとを私がつぶやくように言うと、バカボンのパパが答えて言いました。わかった？なら問題あらへんわ。どうやった？振り返ってみて、正直辛かった。でもいつの頃からか自分にしかできないことがあることも分かったような気がする。私がうなずきながらそうつぶやくと、せやな、そこまで分かったらよし、みんな出ておいで。バカボンのパパがそう言って、今まで夢の中に出てきたそれぞれの時代の僕たちが一斉に現れました。算数ができなかった小学2年の僕、座学がつまらなくてモラトリアムな気分になっていた大学生の僕、発達検査を受けて少し落ち着いた頃の僕、養護施設に勤め出した頃の僕、いろんな人とディベートして元気になった僕、施設長として様々な課題に取り組む僕、そして現在の私、すべての時代の自分があの懐かしい小学校の教室に集まってきました。バカボンのパパはうやうやしく教壇に立ちながら黒板に向かって何やら板書を始めました。そこには評決と記されていて、バカボンのパパがこう言いました。それではここにいる全員に問います。今現在の私へ何か言いたいことはありますか？なんで動物園に勤めなかったの？まず小学2年の僕が言いました。しんどいことばかり背負って疲れ切ってるみたいだな。モラトリアムな大学生の僕が続けました。でも後悔してないから貧乏くじも悪くなかったよね。指導員時代の僕が言いました。でもいつも貧乏くじだと思えれるのは何かやりきってからだったよね。ディベート区長の僕がそういえば、誰かに評価されようとしてやってきたんじゃないしな、自分は正しいと思ってやってるんだからブレてないよなと施設長の僕が締めくくりました。それでは皆さんの意見が出たところで評決に入ります。さて皆さん、今現在の私の未来をこのまま続けますか、それともというところで、私は夢から本当に覚めていました。随分リアルな情景には本当に夢だったのかというビクビクした思いもありますが、改めて夢の中での出来事に自問自答しています。未だに失敗続きで生活も決して楽とは言えない。それでも何者にも代え難い自分だけの愛着のある身の丈に合った生き方を覚えたように思える。それは財産とか友とかではなく、自分自身のいつまでも変わらない思い、
コンプレックスを抱えて恨めしげに空を眺めた暗い日々も、シャニムに汗をかいて動いていた日々も、しくじりの連続の日々でさえも、私にとってはかけがえのない青春そのものであり、今なおそんな気持ちはしなびれてはいないものであるのだということをしみじみと反芻しています。サミュエル・ウールマンという詩人が残した青春の一節を思い出しました。青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の様相を言うのだ。人は信念とともに若く、疑惑とともに老いる。希望ある限り若く、失望とともに老い朽ちる。だからこそ青春を終わらせてはいけない。夢の中でのあの頃の僕たちとの開口は、私にそう問いかけたのだと思います。還暦を過ぎてしおれかけている私に、もう一度夢の中で泣いたような爽やかでブレない思いを取り戻させてくれたあの夢の案内人のバカボンのパパも、またもしかすると自分自身の未来の姿だったのかもしれないと思うようになりました。後書き、大して起伏もない夢の話に最後まで付き合ってくださり本当にありがとうございました。定年退職してから燃え尽き症候群とでも言いましょうか、やることを全て終えた気持ちでいました。一つだけやりたかった夢が、いつか本を出したいということでした。それが今叶ったような気がします。でも自分一人の夢なんてちっぽけなものです。できれば他の誰かと共有して、私自身のこれから先の未来にも希望をつなげていきたいと思います。今もなお誰かのほんの少しの支えにでもなりたいというのが私の希望であり、青春そのものだと歯が浮くようなことを真剣に考えています。例えば明日終わる世界であったとしても、いつか開く花の種をまきましょう。私が本当に朽ちるとき、それは夢を見なくなったときだと今は思っています。そしてもう一度いつか夢の中でバカボンのパパに出会えれば、こう言ってくれると信じていたいのです。それでいいのだ。